せ毛の方、夜ヘアケアをしっかりしたのに朝ボサボサでめちゃくちゃスタイリングに時間かかるってことないですか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、くせ毛の方でも時間をかけずに髪をめちゃくちゃ綺麗に見せるケア方法とスタイリング方法を紹介します。くせ毛の方ってこんな悩みありますよね。夜ヘアケアしっかりしてるのに朝髪の毛がボサボサになる。スタイリングをしても予想以上のパサつきとうねりで全然可愛く決まらないという話を多く聞きます。今回はこれを綺麗にするポイントが4つあって、この4つのポイントを覚えてくせ毛を好きになってください。はい、ということで、今日のモデルさんは双葉さんでしっかりとポイントをやっていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはポイント1つ目の夜のケア法をやっていきます。じゃあ夜のお風呂上がりの状態なので、ちょっと髪の毛が濡れてる状態です。この状態でナイトクリーム、今日は、くるりのナイトクリームトリートメントをつけていきます。はい、結構夜なんでしっかりめにつけてもいいから、3プッシュ出してしっかりと手になじませてから毛先の方からつけていきます。毛先が一番乾燥してパサつきやすいので、毛先につけて表面、あとこの内側の部分もしっかりとつけるようにしてください。全体的につけ終わったら表面のアホ毛の部分ですね、その辺も少しつけていきます。で、全体的につけ終わったら櫛で毛先の方から優しく溶かしていきます。こうすることによって、このナイトクリームが髪全体にしっかりと行き渡ってくれるので、優しく溶かすようにしてください。この時に引っかかる髪の毛も確かに出てくる方もいらっしゃるかなと。その時はもう無理やり溶かさないで、その引っかかったところの毛先の部分から徐々に優しく上に向かって溶かしていくと絡まりも取れていきますので、この濡れてる時は一番慎重に髪を扱うようにしてください。次はドライヤーで乾かしていきます。でドライヤーで乾かす時のポイントなんですけど、やっぱり乾きづらいこの襟足の部分、耳後ろだったりのこの辺で髪の毛の量が多いので、ここをまずしっかりと乾かしていく。その次に、ポイントなんですけど、なるべく、上の方から下に向かって風を当てる。そうすることによって髪の毛表面のキューティクルが綺麗に整うので、ツヤだったりとか収まりが綺麗になります。全体的に乾かしていくんですけど、その時に後ろの方から前に向かって乾かしていくことによって、つむじの関係上均等に、つむじの向きが、整います。そうすることによって頭の形が、すごく綺麗に見えて、で後ろから前に乾かすことによって、癖だったりとかも綺麗に収まってきます。このような感じで乾かしていきます。じゃあポイントの2つ目は、朝起きた時に癖が欲しいところだけ濡らしていきます。この場合、だいたいね、リップラインよりも下の位置を水スプレーもしくは、トリートメントのローションみたいなので濡らしていきます。こんな感じで濡らしておいてください。次にポイント3つ目、オイルをたくさんふんだんにつけていきます。で、つける時のポイントなんですけど、まずしっかりとなじませて、濡れているところに一番最初に行くのではなくて、表面の乾いているところからつけていきます。これ理由があって、一番最初に濡れているところにつけてしまうと手が濡れてしまうので、その状態で上に行ってしまうと、また表面の部分がせっかく伸ばしたのに癖が出る可能性があるので、なるべく最初は乾いているところにしっかりとつけて、その後に濡れているところにつけて、しっかりと潤いが出るようにしていってください。で、オイルをつけたら次のポイント4つ目、乾かしていくんですけど、くせ毛って本当その日によってくせのコンディションが違ったりするんですよね。スタイリングでつけた時にくせ毛で、あ、これいい感じだなっていう時の乾かし方なんですけど、その時ってもうその部分を手で添えて、その状態でドライヤーで乾かしていく。だからこのくせの状態でキープしながら乾かしていくっていう感じです。では逆に今日の状態がすごくくせ出すぎだなっていう時に関しては、その癖が出すぎてるところの部分を指で少し引っ張りながらドライヤーで癖を伸ばしながら乾かしていく。こうすることによって、自分の好みの形の癖になります。なので、乾かすポイントとしてはその2点を押さえながらやってください。
ドライヤーで乾かし終わったらこんな感じで完成です。はい、ということで、くせ毛をきれいに楽しむね、ヘアケア方法とスタイリング方法について今日は紹介させてもらいました。どうでしたか、やってみて。いや、いつも忘れてて、全然まとまらないので、うん、すごく可愛いです。やっぱり、ポイント4つあったんですけど、本当これをしっかりとやってもらえたら、絶対くせ毛が嫌いな方でもちょっと好きになってくれます。今日ナイトクリームやっぱり個人的には重要かなと思って、で、気を使わせてもらったら、くるりさんのナイトケアトリートメントになります。これをつけることによってね、次の日起きた時のやっぱパサつき度合いだったりとか、まとまり度合いがやっぱり全然違うので、いつもね、普段洗い流さないトリートメントを使われている方、ナイトクリームも一回ね、お試しで使ってもらえると、多分髪質が変わっていくのも実感できるかなと思いますので、で、やっぱり1回2回使って、できるわけでもなくて、まあ、良くなっていくのではなくて、本当に使い続けて1ヶ月とか2ヶ月で髪質って絶対変わっていくものなので、しっかりとね、ヘアケアをしながら整形ヘアを楽しんでください。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。